この動画は以下の要素を含んでいます。それでもよろしければ、ゆっくりしていってね。あれ、こんなところにエメラルドが落ちてる。ってちょっと、一気に16個まで増えたんですけど、しかも毒のポーションも拾ったな。村長の家の奥に隠されるように置いていた大量のエメラルド。これはきっと村長の隠し財産に違いない。あ、ほんとだ、毒のポーション持ってる。まさかまさか、そんなうまい話があるわけないのだ。そんな口利くならエメラルド分けませんけど。それは隠し財産なのだ。この平返し早くない？エイズルちゃん、ちょうだいちょうだいちょうだい。ダメです、この遺産は私が独り占めするんです。勝手に村長死んだ判定になってて笑えないんだけど。この財産を手に入れるためなら村長くらい死んだ判定でもいいでしょ。ダメだわ、普通に犯罪だわ。仕方がない、ここは村人のみんなで分けることにしましょう。これは二分三確実に白ですわ。どうしてサーモンさんがこんな目に。あなたのせいですよ。マイクラ人狼クエストとは、マイクラ内で遊べる人狼ゲーム。試合が始まると各プレイヤーに役職が配られます。村人陣営は人狼陣営と第三陣営を、人狼陣営は村人陣営と第三陣営を倒せば勝利となります。ゲーム中には様々なクエストが発生し、クエストに成功するとバフが、失敗すると村陣営が不利な内容になることも。また、マップ内にはエメラルドを採取できるポイントがいくつかあり、手に入れたエメラルドはショップで様々なアイテムの購入が可能です。なお、このゲームでは昼と夜が存在し、夜になるとプレイヤー同士の会話ができなくなるので注意。この場所に呼び出されたプレイヤーたちよ。村の未来をつかみ取れ。はい、ということでどうも皆さんこんにちは。改めましてミグでございます。久々のマイクラ人狼クエストだなとマリサだぜ。まあ久々といっても撮影自体は2ヶ月前にしてたんですけど。編集サボってただけじゃねえか。いやー、冬というのは動画投稿頻度も遅くするんですね。ああ、穴恐ろしや。冬のせいにしないでください。全部雪のせいですね。雪のせいでもないよ。今回の役職はキューピッド。プレイヤー2人を恋人として第三陣営に引き込んで勝利を目指す、新たに追加された第三陣営です。第三陣営ってことは、村人陣営でも人狼陣営でもないんだな。まあ新たなといってもこれを投稿するまでに新しい役職が追加で2つありますけど。新しい格好2ヶ月前。今回の役職一覧はこちら。村人陣営4人、人狼陣営2人、第三陣営1人となっております。人狼陣営が少ないからうまく立ち回りたいな。今回のプレイヤーはこちら。7人村でスピーディーな展開になりそうですが、うまくキューピッドの力で勝ちたいところです。第三陣営で勝てたらかっこいいな。驚くさんの面積で書くね。ってことで1日目の夜、どさくさに紛れてキューピッドの弓を撃つことにしましょう。どうやらウタイさんに当たったみたいだな。この文言だけ見るとウタイさんとんでもないシリガルですね。え、もしかしてウタイさん。違うよ、そういうことじゃないよ。誠に遺憾である。ほら本人が抗議に来ちゃったじゃん。さて、ウタイさんの恋人は誰にしましょうかね。私の縁結びの弓矢で縁を結んであげましょう。もはやキューピッドじゃなくて強制縁結びなのよ。早く犠牲者に引き、恋人陣営に引き込んだ方が勝ちやすそうですからね。え、今犠牲者って言わなかった？あ、シェイドさんとベルさんを発見。ここで撃つとバレそうなので、そそくさと隠れますか。あ、こんなところにアフェリルさんが。うんうん、これでウタイさんとアフェリルさんが恋人になりましたね。ウタアフェってことだな。いやわかりませんよ、アフェウタの可能性の。どっちでもいいだろ。ちなみにキューピッドが死ぬのは大丈夫ですが、恋人が死ぬともう片方の恋人とキューピッドもみんな死ぬので注意ですね。まさしく一連卓勝だな。ってことで夜が明けて2日目の昼、皆さん、おはようございます。はいはい、シェイド占い師、ウタイさん占ってシロでした。私も占い師でーす。今回は占い師が2人か。またとつもりさん占い師？なんか最近とつもりさん占い師多いんですけど。そんなこと言われても私占い師だからしょうがないでしょ。心からの叫びで草。まったくもう、私が占い師を追ったっていいじゃんか。けど、ここまで来ると逆にとつもりさんが怪しかったりして、占い師多い読み占い師語りの可能性、私の目はごまかせませんよとつもりさん。二分さん占ってしろって出ました。とつもりさんが真の占い師です、間違いないです。手のひらぐるんぐるんじゃん。現在の状況はこんな感じ。他の人が占い師使用する理由もないし、とつもりさんかシェイドさんのどちらかが狂信者で確定だな。私視点だとかなり状況がわかりやすい。この有利を生かして第三陣営の勝利を目指していきたいですね。お、クエストが発生しましたね。きたきた、隠し財産なのだ。おっしゃー、ゴーゴーゴー。隠し財産独占してマネーロンダリングするぞ。一人脱法しようとしてる人いない？失礼な、村長がこんなところに財産を隠してるのが悪いんですよ。貯蓄を投資に回そうって政府も言ってますしね。だとしても財産強奪即マネーロンダリングは到底許されることじゃないのよ。砂マヨ渡したら許してくれますかね。許されるわけねえだろ。あ、あったあったあった。待って、私も欲しい私も欲しい。よし、エメラルド強奪成功。合計で22個か、とんでもない数だな。いやー、連打よく鍛えといてよかったです。クッキークリッカーで。何で鍛えてんだ。おらー、
パン22個だ。配給だ配給だ。ミグさん、私白出ししたよね。確かに、ならとつもりさんにはパンを多くあげましょう。あれ、さっきまでそんなにパン持ってたっけか。ああ、これですか。さっき持ってたエメラルド全部パンに変えただけですね。何してくれてるんですか。やったー、パンありがとう。これでこの村に対して恩を売れましたね。アッパン配りすぎちゃったからとつもりさんちょっと返して。配って早々返してもらうなよ。手に入れたエメラルドをみんなに配るムーブ、これは白確定ですわ。ちなみに今の流れで誰か死んでる人います。こんな平和な村でまさかの声が聞こえないってことは誰も死んでないのだ。死人声出せないから当然では。まさかこのアルティメット平和村でそんなグロテスクなことが。みんなパンを分け合った仲じゃないですか。あんなに密集して誰も死んでないしね。そもそもそのパンが村長の犠牲の上のパンなのよ。しかし怪しいのはあのパン配りの場に居合わせなかった人。もしかしてあの場にいないベルさんがすでに倒されてる可能性が。いやいや、まだ生きてるから。ベルさんすぐ近くで生存してるよ。いや、それももしかしたら幻影かもしれないですし。少しはアペリルさん信じてあげて。石板を確認したら全員生存。アペリルさんの言ってたことが正しかったですね。ごめんねアペリルさん、私が悪かったよ。後でちゃんと謝りに行かないとな。小指の準備しとけよ。接客酒締めスタイルってことで、2日目の夜、そろそろ人狼が動き出しそうなので注意したいところですね。さっきのパンのせいで剣もろくに変えてないからな。一体誰が私のエメラルドを奪ったんだ。あなたですけど。驚くさんを発見。いきなり距離を詰めてくるの怪しげです。うわ、びっくりした。どうやら近くの白熊の鳴き声みたいだな。なんでこんなところに白熊がいるんですかね。おっと、とつもりさん発見。これはまさか、驚くさんをめぐった三角角。ごめんなとつもり、こいつは俺のもんだ。思いやがんな。いやね、溢れ出る色気ってやつ。驚くさんは俺の魅力を十分に分かってるってことですよ。お前から溢れ出てんの色気じゃなくて毒気だけどな。ひどすぎんだろ。少なくとも驚くさんは俺の男らしさに男らしさどこ行った。ってことで3日目の昼。ちょっと、さっきの音なんだったんですか。しかもベルさんのお墓あります。嘘、ベルさんが死んでる。今の状況だと、ニグさんとオドロクさんとトツモリさんと私は殺せないから白確定だね。確かに昨日の夜は三角関係で揉めてましたし。それをアリバイにすんなよ。アペリルさんが近くにいたのなら、必然的にあの場にいない人がかなり怪しくなる。そうなると、ウタちゃんかシェイドさんじゃない。確かに、いなかったのはその二人なのだ。じゃあオッケー、シェイちゃん、おいで。多分ウタイさん人狼だわ。いや、シェイドさん狂信者説もあるのでシェイドさんから倒しません。シェイドさんな、多分白だと思うんだよな。けどシェイドさんとトツモリさん占い師かぶりだから、トツモリさん視点狂信者確定では。あ、そうじゃん、占い師対抗戦。え、今気づいたんですか。はい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 、CO します。私掃除屋です。シェイドさんキルできました。おお、それはナイス。これでシェイドさんは黒陣営で確定だな。あとは怪しげなウタイさんをキルすれば終わりってこと。いや、まだシュートが残ってるからまずいかも。なかなかに面倒な状況ですね。現在の状況はこんな感じ。シェイドさんが占い師使用したのも含めると、シェイドさんは人狼ではなく狂信者と考えた方が良さげ。となると、人狼で最も怪しいのは恋人のウタイさんになりそうです。恋人は片方が死ぬとみんな死んでしまう。となると、キューピッドが勝利するにはウタイさんは必須。しかし、アペリルさんは消去法で村陣営なのは確定。となると、第三陣営が勝利するには恋人以外全滅させるルートしかないですね。キューピッド、想像以上に複雑な能力だな。驚くさん CO に対抗がいないとなると、驚くさんはおそらく掃除屋で確定。ウタイさんが倒されると負けになるので、私たちは驚くさんを最優先に倒しましょう。というか、いつの間にかクエストでファントムが襲来してますね。誰かファントム倒す用のやっている。私持ってない。私弓すら持ってないから狙撃できない。オッケー、じゃあ矢多めに交換しておくわ。まだキューピッドがいるから、人狼倒すよりも恋人を倒さないと勝てないのだ。どうすんだ、すでにバレ始めてるぞ。ああ、トツさんが。え、どうしたのだ。トツさんに何かがあったみたいだぞ。ならこのまま行くしかない。トツモリさんはウタイさんが仕留めたと仮定。うおお、いけー、やったー。ってことで今回のセッションは第三陣営の勝利。なんとかキューピッドと恋人で勝ちをもぎ取れました。あー、悔しい。やった、やった。イエーイ、嬉しい。いいなー、羨ましいのだ。主に取れ高的な意味で。驚くさん、キューピッドで取れ高全然取れてないからね。え、ちょっと待って、俺のことキルしたのって誰。あ、僕です、ウタイです。最後の選択は間違ってなかったってことか。ってことで、今回の動画はここまで。よかったらチャンネル登録とグッドボタン、コメントをよろしくお願いします。いやー、動画では初のキューピッドでしたが、なんとか勝ててよかったですね。途中で三角関係とか色々あったけどな。まあ驚くさんが俺を選んだのは紛れもない事実ですからね。ふ、とつもりさん、これがゆっくり実況者の差ってやつですよ。驚くさんもそう思うよな。あれはただ近くにいたから寄っただけで。それ冷静に返されてて草。